皆さんこんにちは、ベーシストのルールです。今回はベースを始めたばっかりの人がやってしまいがちな癖というか、絶対にやめた方がいいやってしまいがちなことを4つお話ししたいなと思います。僕はまあ初心者の方にまあレッスンをしたこともあるし、あの大学の軽音サークルに入ってて、そこの軽音サークルっていうのは初心者で大学から楽器を始めますっていう方が半分ぐらいいるサークルだったんですよね。周りに大学から楽器を始めた同期とか後輩とか先輩とか、そういう風な人がたくさんいて、そういう人たちを見てると、まあ、共通点がいくつかあって、その中でこれはやめた方がいいのになっていうのがあるんで、それを今回お話ししていこうと思います。そして改善策みたいなものも軽くお話ししようと思うんで、ぜひ最後まで見てください。こんな感じでこのチャンネルではベースに役立つ情報を配信したりとか、他にも音楽に役立つ情報を配信していこうと思ってるので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。では行きましょう。まず一つ目が4つの指が使えないっていう風なことなんですね。これは左手のフォームがちゃんとなっていなくて、4本の指をちゃんと使って弾くことができないっていう風なことなんですけど、始めたばっかりだとどうしても指がバタついてしまって、まあ、4本使えなくて、特に多いのが人差し指と薬指、この2本の指だけで全部いこうとする人が結構いますね。そうすると当然2本の指しか使えないので、4本使える人に比べて弾けるフレーズの幅も狭くなってしまうし、この動画の次のポイントのところでもお話しするんですけど、いろんなところに影響が出てきてしまうので、これは絶対に良ければ直した方がいいですね。で、まあその改善策というか直し方というと、基礎練習っていうのがあると思うんですけど、まあ僕がこの前に基礎練習についての動画出してて、そこを今右上に貼っているので、これをやってフォームを正しくしていくっていう風なことをやってみてください。で、2つ目は音をしっかりと伸ばせないっていう風なことですよね。始めたばっかりの人っていうのが音がこうブチ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 切れてしまうっていう風なことが結構あって、これはさっき1つ目のポイントのところでお話しした4本の指が使えないために、人差し指で何か押さえてて、そして小指を伸ばせば届けるんだけども、小指が使えないから薬指で行くしかなくて、で薬指で行こうと思ったら手を動かさないといけないから、こっちの指が外れちゃって、で音が伸ばせないという風になってしまうんですね。もちろんあえて短くスタッカート気味に弾いてるんだったら全然 OK なんですよ。それはその人のセンスだし、そういう風に楽譜に指示があったりとか、まあ、その人のセンスでやってたりとか、その人の音楽性であったりする場合は全然その人の次第なんですけど、問題なのが音が切れてしまってるっていう風なことなんですよね。切ろうと思ってないのに切れてしまってるってことが問題なんですね。でこれは早めに直した方がいいんですけど、まあ、直し方としてはさっきも挙げた基礎練習ですよね。あとは意識ですね。4本の指を使おうとか、音をちゃんと伸ばして弾こうって意識するだけでだいぶ変わってくるんですね。なんでしっかりそれを意識しながら練習っていうのもやってみてください。で続いて3つ目は指板にかじりついてるっていう風なやつなんですね。それは何かっていうと、要は左手のここをずっと見てて目が離せないっていう風な状況ですよね。もうずっとここを見て弾いてるってことですよね。要はフレットの間隔ですよね。1フレットの間はだいたいどのぐらいだっていう風なことがあんまりつかめてないと、まあ結構そういう風になってしまうんですけど、これに関してはやってたら正直慣れるみたいなところはあるんで、とりあえずベースをこのまま続けてもらうっていう風なのが一つの改善策としてあるんですけど、これも実はさっきの指が4本使えないって言ったところが関わってきていて、それは何かっていうと、4本使えないために全部横移動で行かないといけなくなってるんですよね。横移動でこう距離を離そうとするとやっぱり見ないでやるっていうのは限界があって、まあ、僕でも結構そんなに遠く離れるときは見るようにしてますから、それは全然大丈夫なんですけど、要は4本ちゃんと使えればいけるところも人差し指や薬指だけで全部いかないといけなくて、横移動が増えちゃって、本来なら見んでもいいところを見ちゃってるっていうようなことなんですよね。なんで基礎練習をして4本指が使えることに使えるようになるっていうふうなのもこの改善策として役立つと思います。でやっぱりライブでする時の見栄えも悪いですし、でまあ実は演奏する時には指を動かすとか左手のこと以外にもいろいろと意識しないといけないこと、考えないといけないことはあるんですよね。例えば周りの音を聞きながらやるってのは絶対必要ですし、でも左手にこうかすりついてるってことはもうそこに意識がいってしまって、もうずっと、まあ、今ここ押さえて次こう行って次こう行って次こう行ってっていう風なことをずっと意識して、そればっかり頭いっぱいになってると、まあ、当然周りの音を聞いたりすることもできないですから、その頭が左手でいっぱいになってしまってるってことの方が実は問題だったりするんですよね。でもさっきも言ったように慣れれば大丈夫なんで、このまま続けていいんですけど、これも結構大事なのは意識ですね。周りの音聞こうとか、音量バランスどうなってるか聞こうとか、こっちのことばっかりとらわれないようにしようっていう風な意識をちゃんと持つといけるようになりますね。それだけで結構本当に変わってくるので、やってみてください。そして続いて最後なんですけど、自分が何の音を弾いてるのか分かってないっていうようなことなんですね。要はあなたが今弾いてる音はどうの音ですか、レの音ですかっていうような音が分からずに弾いてるってことなんですよね。これはまあでもそういうことをちゃんと分かって弾こうって思わないと、基
基本的には無理な話なんで、絶対音感がある場合は別として、それ以外は基本無理な話なんで、でまあこのチャンネルでもこのちゃんとあなたは弾いたことを分かっていきましょうっていうのは何度も何度も出てきた話なんですよね。まずは曲をコピーするじゃないですか。そしてまあミニコピーするためタブ譜で弾くなりして、そのベースラインをそのまま弾くと。でそれはいいんですけど、その時にまあ何も分からずに弾くんじゃなくて、ちゃんと自分が今何の音を出してるのか分かりながら弾きましょうっていうふうなことで、その時に活用するのがベースのまあ指板表って言って、まあネットで検索してもいっぱい出てきますし、まあ僕の作ったやつがここにも貼ってますけど、これにまあ何弦の何フレットの音は C ですよ、D ですよっていう風に書いてるんですよね。例えば3弦の3フレットは C の音ですよっていう風にまあ書いてますよね。で、まあこれを横に置いてタブ譜を見てベースラインコピーしたり、ミニコピーでベースラインコピーするじゃないですか。そして例えばタブ譜に3弦の3フレットって書いてあったら、3弦の3フレットは何の音なんかなっていう風なんで、指板表で確認して、あ、C の音やっていう風に確認して、この指板表を覚えていってほしいんですよね。ベースの指板の何弦の何フレットには何の音があるっていう風なのを、まあ、ピアノの鍵盤がドの音がどこで、レの音がどこみたいなのを覚えるみたいな感じで、ドの音がどこにあるかっていうのを覚えることが大事なんですよね。で、それって、まあ、ちょっとめんどくさいなって思ってしまうところもあると思うんですよね。で、ただ、これをやらないと、何が起こるかっていうと、ずっとコピーしかできないんですよね。自分でベースラインを考えて、まあ、ある曲をアレンジしたりとか、例えば、オリジナル曲を作って、そこのベースを自分で入れたりとかっていうふうなことがどんどんできないんですよね。そうやってると、いつまでもこう一歩一歩上に行けないというか、まあそういう感じになってしまうんですよね。なんで、まあそれの改善策としては、指板表を横に置いて覚えていくというふうな感じでやってみてください。という感じで、まあ4つお話しました。まとめていくと、1つ目が4本の指が使えないこと、2つ目が音がブチブチ切れてしまうこと、3つ目が指板にかじりついてること、4つ目が何の音を弾いてるか分かってないこと、この4つ。で、それを改善する方法とかは意外とそんなに難しいことは言ってないと思うんですよね。意識するのがいいですよとか、指板表を置いて確認してくださいねとか、そういう感じなんですよね。ただしんどくはないんだけど、難しくはないんだけれど、めんどくさいんですよね。ここがまあちょっとメソで、このめんどくさいことをやるかどうかっていうのが結構重要になってくるので、これをやるかどうかで今後のベースライフというかベーシスト人生が変わっていくと思うんで、ぜひ皆さん、やってみてください。ということで、今回は以上です。いつも視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。Twitter もやってまして、僕が演奏する動画をちょこちょこ上げたりとか、リプも返すようにしてあるので、よければフォローして、何か送ってくれたら、楽しくみんなでお話ができていいかなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。